こんにちはようこたです今日は JLPT のレベルの N2 これをやりましょう読解力ですね今日も今日のエッセイも少し長いので2つのパートに分けてやりますいいですか、はい、えで今日は最初のパートです例えば for example 走ることは 一見単純で誰にでもできる運動ではあるが走るということ the activity of running これはどういうことかというと一見一見っていうのはね apparently の意味ですよ一見単純で simple そ、so, うちょっと見てみると単純で誰にでもできる運動誰にでもできる anybody can do ね anybody can do.Activity that any,、uh, anybody can do. ではあるが。But、速く走る技術。Not just、uh, running, but 技術、techniques、skills to run fast. So, thinking about when、uh, it comes to、uh, the techniques, skills to run fast, then, なかなか難しい。なかなか難しいっていうのは、uh, it's quite difficult. こういうことですね。で、何が、uh, quite difficult なのかというと、身につけることが難しい。 身につけるっていうことは acquire. acquire. So, 技術は、技術を身につけることが難しいということです。It's quite difficult to acquire, learn, and absorb, and uh, uh, just, to, you know, get the techniques to run fast. これは難しいですよ。 そして、ここの部分、身につけることが難しい。これは一番で河川が来てますから、もちろん後で聞かれますね。いいですか教えられたように、as you are taught, as you are taught, ように走る。run.running, as you are taught, えー、フォーム、走るフォーム、え u、ー、ランニングフォーム、ね、ランニングフォーム。教えられたように走るフォームを改善することが簡単ではないからだ。ことが簡単ではない。what is 簡単ではない。ね、改善するです。改善するっていうのは漢字を見てもわかる通り、 改めて良くするということです。だから、えー、改めて良くするということは、もともとそれが悪いからです。だから悪かったものを良くするのを改善と言うんですよ。ね。だからか、改善する、インプルーブする、ね、えー。ことが簡単ではないからだ。走るフォームを、走るフォーム、running ンンームフォームオブラン running. これを教えられたように。as you are taught.as you are learned.just、ね uh, not running.run in the form of the way you are taught. です、okay? これが難しい簡単ではないんです。簡単ではないということは難しいということですね。だから、 速く走る技術。ということをディスカスする場合に、これは身につけることがちょっと難しいですよ。誰にでもできる運動なのに、走るっていうことはね、running っていうのは誰でもできる運動、アクティビティ。But why to improve the form of running. So difficult is difficult. Why? Now, 実は as a matter of fact, 普段慣れている動作ほどその動作に対する神経支配がしっかりと出来上がっているからだ。Now, this is the explanation.、Okay? 説明してるんです。普段慣れている 動作例えば、ランニングですね。誰でもランするでしょ足がある限りね。ランするでしょで、その普段慣れている動作ほど、その動作に対する神経支配。だから神経が、ナーブズシステムがどういうふうにドミネートしているか、どういうふうにコントロールしているか。 そういうことが、そういうシステムがしっかりともう出来上がっている。っていうのは、それ、えー、普段慣れている。すなわち、レペティティブですから。ね毎日やる。ねえー、そういう日常の行為ですから、もうそれに対してどういうふうにリアクトするか。 どういうふうにしてそれがトリガーされるかとかそういう,うい一連の神経支配というのがもう出来上がってるから、ね。だから出来上がっているものを改善するというのはこれ難しいって言ってるんです。いいですかだから、えー、たまにしか走らないとかね、ほとんど走らないとかね、そういう場合だと 新しいい技術というもの、ここで言えば速く走る技術を身につけるっていうのはこれは learning ですから新しいことを learning するんですから、ねえー、これはできないことはないだろうけれども、ね、あまりにも走るという行為を日常的に行っているからこれはちょっと難しいねそれが次の文です 運動の技術やフォームを改善することは、その運動を支配する神経回路を組み替えることになるので、えなるのでそう簡単にはいかないって言っね。だから回路っていうのはサーキュートでしょね。もうそのパターンができているところへえ変えよう。そのパターンを変えようって、こうなると難しいよっ言ってるんです。いいですか はい。ということで、66番。今の、もう言ったところですが、えー、66番の問題を見てみると、速く走る技術はなぜ身につけることが難しいのか。1番。走るフォームは一度固定されると変えられないから。で固定されるっていうようなことは書いてありましたか、ね、固定されるっていうのは、 あこうしっかりとおもうあのそうしなさいそのそうっていう内容があって、えー、そうしなさい、えー、そういうふうにしますというふうに誰かから固定、えー、されてしまうと変えられないそんなことは言ってませんね,ね固定されるとってどういうふうにして固定するんですかね だから、あまりにも日常的な行為で慣れてしまっていると。そういうふうなあ運びだったんですね。ロジックとしてね。だから、固定されるとっていうのは、これおかしいわけです。この表現としてね。2番。走るフォームを指導する方法があまり改善されていないから。そんなことは言ってませんね。あまり改善されていない。 どこにそんなこと書いてありましたかねっいろいろ、ね、このサイエンティフィックなエイジのエイジにおいてはねいくらでもその運動の科学と運動科学とかねいろいろな専門分野があっていくらでも走るフォームを指導する方法っていうのはあるんです。そしてそれは日に日に改善されていってるんですね。 だからこれは事実とも違うしそんなことはこのエッセイの中では言われてないこの2つの面からこの2番はおかしいわけです3番「走るための神経の仕組みはすでにできていて変えにくいから」なんとなく良さそうですね仕組みっていうのは神経回路のことですよいいですか 仕組みっていうのは、どういうふうにそれが動くか、どういうふうに何かが働くかっていうのをね。how it works っていうのが仕組みっていうんです。だから、神経の仕組みがもうすでにできていて、これは変えること、すなわち改善することね。これはできぬく、なかなか簡単にはいかない。これ良さそうですね。2、4番。 走るためのの神経の仕組みここまで一緒ですけれども他の動作とは違う特殊なものだからここ他の動作とは違う特殊なものだから、まあ、例えばこの「走る」っていう行為について言うとって言って、えー、これは書いてありましたけれどもね「走る」ということが特別,だ、えー、特別ですよ他の動作とは違う特殊なものですよ っていうようなことは言ってませんでしたねいいですかそこのところを押さえてくださいよね、走るための神経の仕組みは他の動作とは違うここのところがおかしいんです他のぞ動作とは違うそんなこと言ってません走るというのは一つの動作であ で、ほの動作でも何でもそうだけれども、それを説明、一般的に説明するために、まあ、分かりやすく例をとっていけば、で例をとって言えば、えー、走るという行為をちょっと見てみましょうって、こう言ったんでしょ。で別にこれは、えー、他の動作とは違うということでもないし、特殊なものでもありません。だから4番も落ちるわけです。いいですか はい、ということでねえっ、ー、とねちょっとしたこのね言い回しとかねちょっとしたこの言い回しとかもちろんその初めから、えー、その一語一語きちんとこの意味が分かってないとダメですよ。例えば一番だったら固定されるとかねどういうものを固定するというかというとねこれはあのー、動き回ってるものをこうなんかこう例えばテープとか。 紐とか、そういうもので、えー、こう、動かないように、しっかりと、お、ある、箇所にね、えー、セトルさせる。そういう行為のことを固定するっていうんです。いいですかね。だから、フレキシブルだ,だったらダメなんです。あっち行ったり、こっち行ったりして、壊れちゃったりするからね。例えばね。だから、そういうことを固定するって言うんですよ。 だからもちろんフィギュラティーには使えますけれども固定するフォームが一度固定されるとっていうねどういうふうにして第三者がある人にそれを固定しろよって言って命令するかっていうこともこ理論的におかしいですよねね。だから固定されるあここではこれおかしいんじゃないのって言ってえ判断しないといけないこれ一番が落ちるよって言ってね それから2番を見ていくともう一度見ていくとねその指導する方法があまり改善されていないからっていうのもおかしいでしょそれさ最初にも言いましたがね指導する方法っていうのはコーチがついたりそれからいろいろなスポーツ科学でいろいろなねあの方法っていうの、ね、指導する方法っていうのがもう日に日に改善されてるわけですね。だかかららあまり改善されていないからっていいいなっう 改善っていうのはインプルーブのことだからこれがあまり改善されていないっていうのはおかしいですよねだったらオリンピックなんかでももう全くういつも同じその早く泳げるようになったり高く飛べるようになったりっていうことはないはずなんですねだからこういうね日本語少しの違いですがねそういうところにこれから気をつけるように読んでいってください はい。ということで、来週また会いましょう。